皆さん、こんにちは。今回の動画は新型アトレエ社内 DIY です。荷室とセカンドシートをフラットにしていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。そらくん、チャンネル登録、よろしくお願いします。せっかくの車中泊もデコボコの鉄板の上では寝れませんね。そこで今回はスライド式でフラットのできる DIY をします。スライド式にすることでセカンドシートも必要な時に使えますね。車内寸法。荷室幅寸法は1300mm と1240mm。荷室長は920mm。セカンドシート部は、幅が 1240mm、長さが 860mm。資材購入。今回は、ホームセンター、UFO、倉敷中島店さんで、購入しました。OSB 合板、9mm、2枚。クッションフロア、2枚。資材購入費。OSB 合板、9mm、2枚。1848円×2枚、3696円。クッションフロア。1958円×2枚、3916円。合計、7612円。型紙作成。セカンドシート用の板で、荷室の型紙を作っていきます。準備するものは、A4 の紙。マスキングテープ、ハサミです。A4 の紙で、不要なところを切り取り、内装に合わせていきます。アトレエは、左右対称なので、型紙は片方で済みます。いい感じですね。A4 の紙だと、失敗しても作り直せますね。そして完成が。いい感じにできました。この型紙を段ボールで実寸大に作ります。そして段ボール型紙完成。いい感じにできました。車に合わせてみます。いい感じにはまりましたね。
OSB 合板加工。出来上がった段ボールの型紙を OSB 合板に合わせ毛がきます。OSB 合板をジグソーで切っていきます。ここからは失敗できないですね。ジグソー加工確認。バックドアや車体側面の隙間もいい感じに空いていますね。写真では分かりにくいのですが、5ミリ程度の隙間があります。裏面の生地とフロアマットの貼り付け。生地を引っ張りながら、パチパチとホッチキスで留めていきます。余分な生地は切ります。そして完成がこちらです。予想以上にうまくできました。そして表面には、フロアマットをパチパチした完成品がこちらです。バックドアとの隙間は3ミリ程度で言うことなしです。側面は車体にジャストフィットですね。これで走行中でも合板が動くことはないですね。セカンドシートの仕様も問題ありませんね。セカンドシート部の作成。
スライドドアを閉めた時にドリンクホルダーが干渉します。そこでシートの隙間の部分にエレクターパイプで足を立てることにしました。木ネジでしっかりと固定します。裏面の生地に穴を開けてホッチキスでポチポチして完成です。完成紹介。収納時はセカンドシートも問題なく使用できます。セカンドシートは片手でも楽々展開できますね。セカンドシート使用時からフルフラットまでをご覧ください。荷物室の板をセカンドシートに移動します。ぴったりサイズですね。この部分にエレクターパイプで柱を入れます。運転席側と助手席側にエレクターパイプを入れることで、乗り降り時でも板が浮くことはないですね。最後までご視聴、ありがとうございました。そらくん、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。